こんばんは、平井弘明です。先日ですね、柏高島屋さんの方でトークイベントをやらせていただきました。本当たくさんの方来ていただいて、本当ワンナップゴルフとしても本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。それでですね、いろいろ質問を会場の方でいただいたんですけども、トークイベントが終わっ で登録の方がですねあの集中力の質問良かったねと何気ない会話になってですねあじゃあそれちょっと動画にしようかってことでどうやったら集中力が出ますかっていう質問があったんですよで女性の方からだったんですけどその集中力ラウンドの時に出すにはどうしたらいいかっていうのをお話しさせていただきましたでその内容をですねもちろんそのまま動画として切り抜いて出せばいいんですけども精神の集中の仕方ですね 自分が今からやることが決まってなかったら集中はできないんです集中しようって言って集中はできないんですよ改めてあのちゃんと説明させていただきたくて動画を撮っていきます。平井のワンナップゴルフ 確かにそのラウンドに出た時に集中しなきゃいけない場面とかワンショットワンショット集中しなきゃいけないって僕も聞いたり集中しよう集中しようってやってる方も結構いらっしゃるんですけど集中だけするってできないと思うんですよ。で集中力って何かを考えてないとなかなかスッと集中できなくて例えばどこにボールを打つって でもちろんスイングもそうバックスイングがここに決まってほしいって言うとそこに決めようとして集中がここにするんですけど例えばティーショット打って。 セカンド150ヤード残りましたって言って「はいじゃあ150ヤードね」って言ってバッて自分のクラブ抜いてポンって構えて打ったらそれ集中できないんですよねなのでその集中力っていうのは何か明確なものがあればあるほど集中力が増すのでいろいろこう細かいことでもいいので考えながらゴルフをするということはコースではすごく大切なことになります。例えば 自分に水を満タンに入れてこぼさないように歩いてって言ったらそこを見てこぼさないようにこうやって集中して歩くじゃないですかで例えばそれをおいおいおいなんて隣からチャチャ入れられたらちょっと黙ってて今集中してるからって自然と言葉が出てくるのと一緒で何か一つに考えが集中してないと集中力っていうのがなかなか増してこないんでそういうお話をそのトークイベントの時にさせていただいたんです でもうちょっといい内容だったのかなもうちょっと長かったのか忘れちゃったんですけど <laughs> そんなような感じのお話をさせていただいたんですよ集中しようと思って集中してもなかなかやっぱりできないですよねなんで自然と集中できる時ってできてるんですこう意識して一点集中一点集中ってならなくても何かいい考えが思いついたりとか 例えばこういうスイングをしてこういう球を打ちたいなっていういいイメージが頭の中にポッと入ってくるだけで勝手に集中ってすするんですなんでイメージ作りも大事ってよく言われるんですけどもなんでそういうことができてくると自然とコースでの集中力が出てくるので無理ややりに自分から意識してやることとも大事だと思いますあんまりやっていただきたくないのは集中しよう集中しようって考えない方がいいと思います。集中しないんだったら 逆にほんわかな気持ちでショットを打った方がいいいと思います頭の中と行動が一致しないとなかなかないショットって出ないので体は集中してないふわっとしてるでも頭の中を集中しようってしてるとじゃあ今から何をするのって言ったらショットを打つじゃないですかショットを打つことを考えてれば逆に集中ができるようになってくるのでこう何しよう何しようっていうのは集中力にその何しようをこう標準を絞らない方がいいですね。 なんでこう自分のワンショットに対しての考えを頭の中に思い浮かべていただけると意外と集中がすんなりできたりするので試していいたただきたいポイントになりますバックスイングをここに上げようここはこうしようああしようっていっぱいになったら逆に集中できない,あできないねできないねそういう場合はそういう場合はっていうかなるべく意識しなきゃいけないポイントは1個だよね1個特にコースだったら、うんうん、その1つのショットワンショットに対しては1個の方がいい。 二個は無理だと思うコースじゃね。練習場ではいいかもしれないけど、迷って出たりすることもあんのプロでも。全然ある。全然ある。二個三個意識したいと思っても、その雑電はそれじゃこれだけに集中しようって決めるって感じなの。うんとね二個になっちゃう。そうだからダメなんだよね。あだからもうそう上くいかない。そうだからうん調子いい時の話しちゃったら元も子もないんだけど調子いい時って考えてないからね。 そうゴルル以外にもそうだよねね <laughs> そう,そうもうゴールがさスムーズにプランが頭に浮かんでるじゃないそうそうなの大体そう悪い時がみんな考えるんだけど、うん、なるべくコースではこう集中してでももう一個注意しないと出るかもしれないっていうんだったら、うん、もうそれ出てもしょうがないと思って一個にした方がいい、うん、あそういうことだ、ねうん、決めた方がいい。んだ 決めた方がいい例えばねアドレスと何かだったら、うん、アドレスは止まってるから、うん、今100歩譲って、まあ俺,うん、俺が判断してもしょうがないんだけど <laughs> そういできるかもしれないそうそう,そうなのそうなのそう動いてる最中の2つはよくないね、うん、アドレスの何かとそう動いてる最中の1個だったらまあまあできそうでも意外とアドレスの姿勢とかボールの位置とか、うん、クラブフェースの向き が、しっかりビタッとしてると、スタート地点がしっかりしてるから、意外とスイングって意識しなくても。ナイスショットが出やすい。そう。でも、そこで一つポイントっていうか、問題があって。アドレスがまっすぐ取れない方ももちろんいるのね。右向いたり、左向いたり。そういう場合は。やっぱりミスショットが出やすいよね。で、なんで出たんだろう。本人はまっすぐ向いてるつもりだから。 そういう場合はもちろん指摘してもらわないと気づかないことでもあるんだけどなんでミスが出たか分かんない時はまずアドレスの向き要は打ち終わった後にもう一回アドレスに戻って自分が今この方向に向いてただろうなっていうところに線をクラブを置くのよでそのクラブを後ろから見てみるそれはチェック方法だからフィニッシュがちゃんとバランスよく取れてないとそこに戻れない こうよたついちゃったらあれどこ向いてたそうなっちゃうからそれ気が違うとあれだねナイスショットしてもミスになっちゃうってことそうなのやばいそれねめちゃくちゃでかいの本当にミスした感じになっちゃうのよね完璧に当たっててもそうでナイスショットでめちゃくちゃ飛んでるのにオービーの方に飛んでったりするじゃないそれだとそうだから本当にねアドレスのアライメントって めちゃくちゃゃく大事だからアライメントスティックが売ってるぐらいだからそうもうね完璧5,000万4,000万でランボルギーニフェラーリ買ってハンドルこうなってるのしか買えなかったみたいな感じよもう本当にもうぐる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 回っちゃうのもうそ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 うだもうそうスイングは完璧なのにそうアライメントで球がずれちゃうそれもめちゃくちゃあるね。 そうだからミスが意外と真ん中行ったりねもちろんするじゃないそそだから何が何だか分かんなくなっちゃうなんで今のまっすぐ行ったのなんで今の曲がったのって疑問になる時はアドレスの向きをまず。でアドレスの向きが変わるってことはボールのの位置も絶対ずれてるからそそうだねね、うん、つよねそれすごい難しくてだから一流選手でもコーチングつけて後ろから見てもらってアライメントチェックするぐらいだから。 毎日やってる人がだよ。<や>そ,うだそれぐらい大事なの。えー、そう。それができないと、じゃあ、さっき言った、もう集中もクソもない。そう、いや、本当そう。<laughs> そうなの。そうなっちゃうよね。う,よねうん。だから、しっかり、その打つ前の準備っていうのをして。うん、内ショットを打つ、その。すべての工程を、こう丁寧にやって。うん、ショットを打って、で、結果を出すっていうのが、一番大事だよね。うん。それが。練習でちゃんと、できてなかったら、意識したところで、うん。 なんか何も考えないで練習してたら、うん、コース行っても何も意識できないから集中もできないってことになっちゃうから、ね、何やっていいかも分かんなくなっちゃうってことでであのねちょっと今徹君の言ったことを何気なく聞いていただいた方もう一回振り返っていただきたいんですけども今の発言の中にめちゃくちゃ大事なことが隠れてて要は。 普段からの練習で気をつけてもらった方がいいですよねっていうことを今登録言ったと思うんですけどコースのための準備を練習場でするということが大切なんですよ。練習場で気持ちよくなるためじゃないんですよね。だから何のために練習をしてるかって言ったらほぼ100%コースでいいショットを打つための練習を練習場でするということが大事なんで ただその持った番手のナイスショットを打ってああ今日良かったで練習を終えてると何の役にも立たないんですよねそうだから今登録の言ったようにそのコースでやるためのことを普段の練習場から慣れさせる練習しとくってことが練習場でやることになるのでナイスショットを打つことだけではなく仕草だったり行動っていうのを普段の練習場から癖づけるということが大事になってくると思いますね。うん では今回はですね、特イベントの方でご質問いただいた集中力について動画を撮らさせていただきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。